この教会の中だな。全員配置はいいか？オッケー、いつでも行けるぜアルベルト。よし、ようやく掴んだ奴の隠れ家だ。我々自警団のメンツにかけても必ず逮捕する。これ以上犠牲者は増やさん。行くぞ、奥の部屋だ。ほほう、よくこそが分かったな、人間ども。だが、それ以上は来させよ。なんだこの穴は。おお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 お。今回は私、シーラ・シェフィールドが巻き込まれてしまった事件をお話ししたいと思います。悠久幻想曲第1話、魔女モフェウスの呪い。物語は仲良しのパティちゃんが働いている桜亭というお店から始まります。ホットミルクをお待たせ。で、今日は何の相談なわけ、シーラ。そのアレフ君のことなんだけど。やっぱりね。今町中の噂になってるわよ。シェフィールド家のお嬢様に悪い虫がついたなんてね。もうからかわないでよ。本当に困ってるんだから私。まあ知らんぷりしてればいいんじゃない。あのアレフのことだから、そのうち他の女の子を口説き始めるでしょ。そんなんいい加減な。ほら早くしろよクリス。アレフくんだ。どうしよう、ね、どうしよう。どうしたらいいのかな。何言ってんだよお前。ガキみたいなこと言ってんじゃねえよお前。隠れさせて。よしないよ、流し台の下なんて汚い。静かにして。よーパティ。こんにちは。いらっしゃい。あ、どうしたの変な顔して。よ、なんでもない、なんでもないよ。ご注文は。俺コーヒーもちろんブラックでね。じゃあそのクリームソーダを。オッケー。なあパティ、シーラー見なかったか。ない。何それ。なんかさ、俺避けられてるような気がするんだよな。そりゃそうよ。知ってるでしょ。彼女男の子が大の苦手だって。いい加減にしたら。諦めないぜ、俺は。あっそ。ということでさ、聞きたいことがあるんだよ。実はもうじき彼女の誕生日なんだ。それでさ、服をプレゼントしようと思ってんだけど。スリーサイズとか知らないかな。そんなの知らないわよ。普通のサイズでいいんじゃないの。そうかな。俺の見たところ結構子供っぽい体型だと思うんだけど。ちょっとなんだよ。悪いわよそんなこと言っちゃ。本人には言わないよ。だけどさ、パティだってそう思うだろ。シーラはもうちょっと胸とかお尻とかこう。うわー、だから何なんだよ。それ以上言うと後悔するわよ。はあ？にゃんにゃー、こんにちは。あれ？メロディーさん。よう、相変わらず耳と尻尾が可愛いね。はい、どうもです。今日は何？お買い物の日だっけ。うにゅう、違います。シーラちゃんに会いに来ました。シーラ？いないわよ、ここには。まさか。ああ、ほらいました。シールちゃん見っけ。ええー。
シーラ。こんにちは。こんにちは。もしかして今の聞いてた全部？全然何も聞こえなかった。あ、じゃあ最悪。そうだ。あ、私ちょっと用事が。そろそろ行かなくちゃ。わらわなのじゃ。その血を脅かす女どもは全て男に変えてしまえ。全てじゃぞ。そうすれば